ハリウッドのなんかレッドカーペット歩いてすごい有名になってマルキューの看板飾って資産8兆円くらいになることです。お姉さんたち、このお姉さんと気合います？合いますよ。合わせてます。僕が欲しいものとはただ一つ願うもの、ずっと追い求めてるあの夢か。わわ、すごっ。えげつないな。めちゃくちゃ派手だな。すいません、はい、街頭インタビューしてて、はい、あのちょっとめちゃくちゃ派手だからちょっとお話。ありがとうございます。どういうインタビューですか？あ、なんで新宿にいるんですかっていうのをひたすら聞く。あ、今日あの彼女の、あの20歳の誕生日のサプライズということで。あ、サプライズ。あ、サプライズで、あ、もうしちゃったんです。もらって遊んでます。とりあえずでもこの大学のメンバーです。あ、どんなサプライズだったんですか？あ、誕生日サプライズみたいな。彼女のハッピーバースデーということでって感じです。ちなみに、はい、なんて言ったらいいですか、サプライズの内容？あ、普通にあのシンプルに誕生日だったんで、あのダンシングクラブでご飯食べてイエーイみたいな、ハミマステパカパカみたいなやって、かなな、あの誕生日プレゼントあげてみたいな感じで、今からまあ普通に遊ぼうかな。あ、なるほど。ご飯食べ終わって。そうなんです。何あげたんですか、みんな？なんだっけ、ボディソープ。あの一応になんかめちゃソープ、はい、なんかいい香りのボディソープ。かわいいやつ。そこにお店あるんですけど。はははそう、めっちゃなんか香りがいいよ。あ、3人であげたんですか？そうです。すごい。プレゼントホイユって感じで。え、お姉さんたち、このお姉さんと気合います？合いますよ。合わせてます。合わせてすか？これこそ仲いいって言うんですよね。このことを仲いいって言う。あ、こういうことも言える。そう何色なんですか、その唇は？黒です。黒。黒、真っ黒。イカスミ、ね、パスタ食べた子みたいな。そういうリップが売ってんすか？売ってます。あの黒リップ、マットの NYX っていうブランドなんですけど。はぁ、売ってるんで、ぜひいい気持ちでお願いします。すごい。今日これどういうファッションのコンセプトは？今日のファンセプトはちょっと抑えめ。抑えめってコンセプト？はい、これ抑えめ。なんかいつもよりはテーマはあんすか？彼女の誕生日なんで、ちょっと一応抑えたつもり。あの、いつもロングだけど今日はビッグを短くしてみたの。あ、なるほどね。あ、なるほど。納得してますよ。いや、全くしてないです。絶対してないよ。レディーガガとかが好きとか、そういうこと？そう、だから芸名ガラでやってるんで。え？あの、ガラでやってるんです、芸名。あ、なんかやってるんですか、彼女？あ、なんかあの、ちょっと最近事務所に入っただけみたいな感じ。そうなんですよ。あ、知らないんだけどとか言うの？知らないんだ。なんてとこに入ったんですか？あ、なんかあのサムライムっていう、あんま多分そんな知名度的にはあれなんですけど。モデルさんとか？はい、って言っちゃったらあれかもしれないんですけど、なんかタレント系で入ったんです。へー。そうなんです。全然だから、でも YouTube とかこれから始めていこうかなみたいな。あ、そうですか。あ、これも YouTube なんですよ、これ。あ、そうですよね。テレビじゃなくて、ね、しっかりマイク。あのもう先週始めたばっかで120人しか登録者いないんですけど、はい、外録チャンネルって街に録音の録に CH、 そう、外録をしまくるチャンネル。街録、街に街頭の街に録音の録。何歳ですか、お姉さん？20歳になりました、この前。あ、やっとこの前成人式、豊島園で迎えて、2人までなんかすごいピンクの豊島園で迎えたんですか？羽生やして行ったんですけど。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。開けちゃうぞって感じで来ましたね。イエーイ、やりそう。ありがとうございます。すごっ。はい、全然うちら仲いいですね。なるほど。超マグみたいな。大学の一面なんだよ。はい、一面、一面。何人目指してんすか、お姉さんは？何人目指してる？え、なんか服飾の大学なんですよ、うちら全員。はは。だからなんか好きなものを集めたらこうなった。だからなんかレディーガガさんは好きなんですけど、目指してたわけじゃなくて、たまたまこういう格好してたら、なんかちょっとそっち寄りになって、多分その方から見たらレディーガガっぽいから、レディーガガって言われてちょっとって感じで寄せちゃってるのかなみたいなのになっちゃってるだけで、自分に寄せてるわけではないです。へえ。そう、なんか目指して何かをやったわけじゃないです。好きなものを詰め込んだらこうなったみたいな。はあ。将来の夢は何なんですか？自分のファッションブランド立ち上げて、いつかなんかメットガラっていう、なんかハリウッドのなんかレッドカーペット歩いてすごい有名になって、マルキューの看板飾って
もう超もう資産8兆円くらいになることです。あ、めっちゃ夢いっぱいありますね。結構あの強めなんです。すごー、うん、そうなんです。総理大臣の次にすごいくらいの夢目指してるので、はい、ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと時間めっちゃ取らせてますので、はい、すいません、ごめんなさい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、あの誕生日おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。ちょっとだけお話聞いてもいいですか。それはダメ。今インタビューしてて、これって何の列ですか。もともと児童養護施設で育ってまして、イベントがある予定だったんですけど中止になっちゃって、盗みっていう盗みってね、薬やったりとか万引きやったりとか、バツイチで結婚したんですけど嫁と家庭内別居みたいになって父親のホストクラブ。これはあの米と豆柴のミックス。名前はドン・キホーテのドン。あ、ドン・キホーテのドンさん。